先生、今講演や講座で、忙しいと思いますけど、何してる時が一番楽しいなとかどう思われます？自分の得意なとこをしゃべらせてもらってる講座、あれですね。あれは先生、仕事という観念じゃなくて、もう自分が得意分野だから、もう楽しいって楽感しいじ。ですわ。それだけ聞いてほしいなですわ。おば、中高中高年のおばさんだし、おじさんもだけども、どういうテーマの講座の時が乗りますか？まあ山中鹿之助が一番ですけどね。それから古代であったら神話をもとにしたような話とかね、あがんとこがいいですね。そういうのって、大義だな、苦痛だなじゃなくて、楽しいななんですか？そういう気持ちですか？すごい。だからその時自分でもね、もう時計見るってこと、まあその真ん中やの、すまんかのというような意味じゃない、はない。時計見る暇もないですね。気が付いてみたら90分経ってたとかね。すごい。時が自分でも、それお、お客、やっぱ僕もね、またこれは自慢、決して自慢じゃないけど、エンターテイナー的なところをね、忘れませんわ。これは出人雲を人楽物。しませるってことですか？楽しませる、人を不快にしたり不愉快にしたり退屈のさせるということは、これは出雲人としてはいけないですから、もう何としても面白いふうに、だから落語や漫才するのと一緒ですわね。聞きに来た人が終わってから、今日面白かったわとか、今日楽しかったわと思って帰ってもら帰ってえもる。らいに行きませんわ。そう心がけとられないんです。それはもう絶対に、それはもう忘れずに。素晴らしい。だけど、わがこと喋って終わりではいけませんわ。でもそういう技ができるのは誰でもできることじゃないですよ。まあ、ある程度、なんか、蓄えておいてね、そこの、10蓄えて、うちの、5つか6つ出しゃいいですけんな。で、コツはね、神話は忘れちゃいけませんけどね、これだけをやった人がつまらんと同じことで、この位置ポンポンポンと飛ぶわけですよ。決定縁でもないとこや。横の方それていくんですほか？ちょっとずつ。ら、元何言ってましたかやなって言われて戻ってきてね、そういった人がね、覚えちゃってます。脱線といえば脱線ですけで、ども、その脱線が面白いけん聞きに来る。これも場合が多いですな、脱線をするためにはやっぱある程度のことを知っとらなきゃいけませんからね。そりゃそうです脱よ。線は何でもじゃじゃで言えばいいってもんじゃないそでういうすことです。から。多少エッチめいたようなことを持っとらなきゃいけませんわ。それもまた一つのコツですコツか。ですよ。多少そういったちょっと色気の部分も話の中に入れ入れなないきがら。ますよ。入れないきますよ。どうせおっさん、おじ、あの、おば、おばさんクラスの時に、ね、若いもんは違いますよ。ぱ先生、サービス精神旺盛ですね。まあ、それは僕、自分でも自慢したいぐらい。でも先生、あれじゃないですか。好きなことが自分の仕事になってるって幸せじゃないで幸すせか。ですね。楽しいですよ。大義で生きるのは土下座だって、まあそういうのもありますよ。いつもいつもそうじゃないですけどね、楽しいという時を忘れてというわけにはいきませんけどね。だけど、何でしょう、おそらく公民館なんかへおそらくお声がかかるのはそれでしょう、おそらそうく。だと思いまじゃす。ないと、もう聞いたが、もう一回聞いたが、もういいわってなことですわ、普通だったら。で、やっぱりね、話してる方が楽しかったら、
聞いてる方もなんか楽しい。それではないときに。で、仕事も一緒で、楽しく仕事してれば、相手も楽しく感じてくれる。そうです。そうです。そうです。エンターティーっていうのは、だったらみんなそうする。で、先生前にね、私に教えてくださったことがあって、人から仕事頼まれたときに、極力断っちゃダメだよって、受けれるものは全部受けてやりなさいっていう先生からそんな教え受けたんですけど、そうです。先生もそう思ってる。僕もそうです。それはなんでですか。まずそういうことをオファーをくれるってことはありがたいことだと考えなきゃいけませんけんね、はいはい、うん。それを断るということはある意味では失礼になります。うん、でまだ謙遜で断ったりなんかするわけですけどね、それはいいでしょう、1回2回ぐらいは、はい、それでも向こう今それはそこにお願いしますといった時には、そうですか、こんな場合つまらんですけども、非力ですけどなっちゃって受けないといけませんわ。で受けた時に、はい、実際できるだろうか、私あんま知らんがと、そうこういうことあるでしょ。そう、それはその時はまだそんなに言われて1週間とか10日とか半月あるわけですから、うん、その間勉強すればいいわけですよ。そうしたらもういいです。自分の勉強にもなることですから。だからだいぶよくて、いや地蔵さんの話してって言われて、私はまあ、うん、その間に地蔵さん勉強していけないですわね。そうやって自分には難しいかもしれんと思ってても、うん、引き受けることによって、うん、自分で努力して知ろうとして、うん、結果的には自分にプラスになるってことですか、うんうん、プラスになるんです。いや先生みたいにね、知識がいっぱいあって、うん、あれ話してください、はいはいいいですよ、これ話してください、はい大丈夫ですよって。そりゃあんた90にもなりゃそうだけども、そりゃそこへまで行くためには私だって知らんことを一生懸命で下な格好してやってきてもきましたわね。で、うん、先生もそんな時代あったんですか。そりゃそうですもん、50ぐらいまではみんなそのぐらいですわね。もう思いきん、うん、いやだから先生からその言葉聞いてからは、うんうん、自分の力以上の頼まれ事だなと思っても極力断らないように受けるようにしてるんです。それで今振り返ってみて結果としてどうなんですかね。いや受けて最終的にさせてもらってよかったなと。よかったっていうところもあるでしょ、うん、それは自分のプラスになってます。向こうももちろん喜んでますわね。ぜひと今後もね、はい、もしそういうのがあったらね、断らずにね、はい、言ってください。わかりました、はい、それでね、それ100%その仕込んでいかでもいいですけんな。え、そうなんですか。あ、それはそうですわ。完璧じゃなくてもいいですか。そのやつばっかりやると、うん、非常に面白くない、ギスギスしますから、はい、自分の得意のところのもちょっこし用意していくんですよ。それをポンボーンとこうやってこう、あ、本筋からちょっとだけ外れながらそうそうでまた本筋に戻す。そうです、いやまた一つ教えてもらいました先生だけど卒業迎えられてまだまだ元気で頑張ってくださいね。しかしいつどうなるか分かりませんけどね。いえいえいえ、もうとにかく朝目が覚めて本当人に聞いてやんことがあるかと思ったの、あ、今日も目が覚めたわ、そういう気ですよ、うん、そう思うっていうことは日々に感謝しとられますか。次第自然にそうなりましたね、うん、誰に感謝っていうこともないけども、まあ全て万物感謝ですね。まだまだ先生と一緒に番組も作っていきたいんで、いや本当それも元気でいてください。それも人参の一つですけどねじゃあ先生これからも先生の目の前に、とっても美味しい人参をぜひともね、はい、前に置きますので。じゃあこれも人参ですわ。あ、そうですね、ある意味ね先生90
90歳卒寿の YouTuber ってそうそうなんですよ。 YouTuber、 YouTuber というのは何ですか。 YouTuber というのはこれをこしらえる人が YouTuber ですかね。いやもうこうやって YouTube にこうやって喋ってることを YouTube に載せて皆さんに聞いてもらう。もうその YouTube に載せた時点で、まあ YouTuber みたいなもんです。ですか。自分は YouTuber だとは思ったことないけどで、あ、そういうの YouTuber、 あなたが YouTuber だ。いや、私たち2人です、2人。あ、だって先生もあの YouTuber、 シニアコンビ YouTuber で頑張りましょう。シニアはあなたに言ったら申し訳ないことで、どうでもないです。もうシニアコンビですから。いや、今月もありがとうございました。